れ様でした。このまままっすぐまっすぐ。あ、いいですよ。そのまままっすぐ来てください。カップを立てるぞ。できたよ、住みかが。こんな景色を眺めています。では、釣ってきた魚でパエリア作りますので、まずは焚き火の火を集めます。こういう火です。なんかこんぐらいの火、あ、火の、はい、ちょっと長いよ、長っ。私これなんだけど。今日の釣果です。私たちはベラのみですね。かろうじてアジがいて、かわいい。森田さんがこの大毛旗を釣ってくれたやつです。イエーイ。一緒にいただきましょう。めっちゃシュール。ただ水をじさばくだけみたいな。
に。パプリカ。多すぎたらお粥みたいになるじゃないですか。結構ね、途中さ、結構もういいんで、うん、あ、なるほど。まだまだこのぐらいで。大丈夫かな。うんうん。途中経過行きます。帰りは陽気。おお、美味しそう。かき混ぜてあげると。はい、かけてますね。すごい。うん、この方焦げてる。焦げてそう。焦げ。はーい、寝ます。はーい、時間です。行きます。せーの、わーわー、パエリアでーす。とっても美味しそう。美味しそう。いい匂い。確かにいい匂いする。いい感じでできているのでは。おー、美味しそうすぎー。何食べようかな。お、どう。いただきまーす。そう、うん、おいしい。楽っ。パエリアになってる、ちゃんと。おいしい。魚の骨がすごいですね。うん。やっぱり開いてした方があれだったから。ワイルドにしっかり魚の骨が。うん。でも身はふわふわしとる。うん。おいしい。よかった。うん。ベラでも美味しいパエリアできた。再び頑張ります、はい、帰りつつカヤックフィッシングリベンジ行ってきたいと思います。最初から今回は餌釣りで、とにかく魚種を狙っていきたいと思います。かなちゃんもうだいぶ先にいます。まずは追いつくとこから行ってきます。よし、はい、キャンプをして、はい、カヤックでまた帰ってきました。帰ってきました。
めっちゃ結構カヤック、はい、なんか漕いで体力的に大丈夫なのかなと思ってたのよ、はい、最初、はい、だけど、かなちゃんがめっちゃなんか、はい、もうちょっと粘っていいですかとかリベンジ会の時も先に行っちゃうし、はい、カヤック楽しんでくれたのかなって思って、はい、いや楽しみました、めっちゃ、よかった、はい、そうでキャンプ飯もね、はい、ちゃんとカヤックであの釣ってね、はい、くれたし、はい、私は満足できました。いやもう超それ以上に満足。よかった楽しかったです。もうぜひね、次の泳ぎ釣りも確かに、うん、はい、お汗でまたしましょう。ありがとうございました。皆さんもお汗ぜひ遊びに来てください。ぜひ来てね。